特別指定選手の今村拓夢です。あ、ここは速い速攻から決めてきました。ちょっと危なかったですね、今のは。ちょっと落ち方大丈夫ですかね。あ、しんどいですね、はい、ここはよく決めてきました、ウィリアムス。タイムアウト。ウィリアムスどうするか。ダブルチームでいく。あ、かいくぐってダンク。これは強烈。すごいパワーですね、ウィリアムスにか。逆にこのマンツーですと大阪はどういった攻撃になりますか。やはりピックアンドロールを、そうですね、こういったあの橋本選手、はい、シュートあるので、ずっとフルコートでこうプレッシャーかけてるっていうのが本当になんか素晴らしいなと思います、ね、はい、大谷プレッシャーに来ました。そして畠山レイアップを決めてきます。あ、ここは狙ってきました。あっと、しかし落ちる。いや、そうかのシュート落ちました。そしてうまく奪った。ワンハンドダンクを決めてきました。仕事です。リードがあって、そして激しいディフェンスが持ち味という伊藤隆。今日もその持ち味を出しています。ここはアイラブラウン、すごいダンクだ。そうですね、1点差でツーショット。このダンクでした、アイラブラウン。伊藤が行きます。伊藤のジャンパー決めてきました。同点。65対65。秋田ついに追いつきました。ついに秋田が追いつきましたね。そうですね、うん、なかなかできなかったこの同点。橋本、ハレルソン、残り6秒。中村のスリー決めてきた。中村が決めました。ガッツポーズ。これも中村だ。アンドワン。一人でこの2回のオフェンスで6点取ってるので、はい、スリーポイントを狙ってきて決まりません。キーナ、ここは細谷が狙って決めた。2点差上げてきました。やはり大阪としては 9得点連続で取って点数が空いたことで、やはり気持ちにちょっと余裕ができてしまったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、残り7秒。ここで橋本持っていってダンクを決める。決定的な2点。76対72。橋本のこのダンク、シュートを打ちます。決まらず、これでゲームが終わりました。76対72。しびれるゲームは大阪勝利。